い、こんばんは。プラモヤさんのいっさまです。というわけで、ドーンとレースの続きをドーンとやっていきたいと思います。今ここまで来ました。一応もうごめん塗りました塗りました。塗装はさせていただきました。そうしないと間に合わないんでね、いろいろと。でとりあえず今炭を流した状態ですね。炭を流した状態です。はい。で、この炭をまあ拭き取っていかなきゃなんですが、ただ拭き取ると多分ね、モールドが浅いんで多分消えちゃうかなっていう気がして、まあ、軽くこう削り取っていけばいいんではないかという、思っております。表面を鳴らしながらね。無理だな。拭き取った方が早いね。やっぱりそんな厚く塗ったわけじゃないんで、やっぱりちょっとやっぱり地が出やすいかな。しょうがない。拭くか。拭きましょう。これエナメルだっけ？これエナメル溶剤の匂いがするけど、エナメルかな？エナメルかな？エナメル溶剤の匂いがするけど、エナメルかな？ここになんか出してやったんだけど、これ何使ったんだろう。俺エナメル溶剤の石油臭いんでエナメル臭いんですけど、これでどっか目立たないとこ拭いて問題なさそうだったら、これエナメル溶剤ということでいいかな。あ、エナメル溶剤臭いですね。下地は溶けない。あ、大丈夫ですね。よし、拭いていこう。拭き拭きしていこう。非常にちょっとモールド今回掘り直ししてないんで、全体的に浅いので、ちょっと軽くやっていかないと全部取れちゃうかなと思います。あとだいぶ失敗しました。だいぶ失敗しましたけど、まあ今回は良しとしましょう。あまり深いこと考えずにやっていきたいと思います。基本的にまあ、拭いた炭がね、汚れとしてそのままの残ってもいいというぐらいのつもりで、こう、気流の方向へ、ちょっと伸ばしながら拭き取っていきたいと思います。そして案の定この爆弾を抱えてるね、この棒が、折らないように気をつけてたはずなのに、どこか折れてどっか行ってしまいました。やらかすかなとは思ってたんですけどね。いやでも大丈夫だろうと思って、ちょっとさすがに大丈夫でしょうと思ったらやらかしましたね。この辺はもうカーモデルとかじゃないんでね、こう炭が少しばかりにじんでても汚れだっていう言い張りができるんで、まあ、そこはこういうミリタリー系スケールの気持ちが少し楽なところですね。乱暴な言い方をすると、これはウェザリングだって言い張れますからね。で、上面と下面は、今回炭色のカラーを分けてます。下面はいわゆる、タミヤさんのダークグレーですね。で、上面の方は あえて黒で入れてあります。まあ、機体色当然明度が、濃いんでね、上面の方が、まあ、それもあって、そこに炭入れをする場合はそれより、まあ、明度が低い色じゃないといけないんで、黒にしてあるという感じですね。ここはグレーなんで、それよりもうちょっと明度の濃いダークグレーを炭、入れにしてあるという形です。だいぶ塗装失敗しましたけど、まあ、デカール貼って塗り切ってしまえば多分失敗なんて分かんない。いや、分かるけど気にならない。いや、気になるけど
よし、これでまあ仮面は OK かな。よし、OK。これで仮面の、墨絵の拭き取り終わりましたんで、あと上面ですね。上面も頑張ってやっていきましょう。結構雑に、なんだろう。墨入れしてあるんでね、まあ、にじませたり何かしながら、まあね、汚しと兼用しながらやっていきたいと思います。で、これが終わったらさっき言ったようにちょっとデカールをね、もうパパッと貼っちゃいたいなと思います。03Y3、飛行機モデルの2枚を斜めにクロスさせるタイプのデカールがうまく合わせられないんですが、やっぱ練習あるのみなんですかね。練習あるのみですね。あとはもしくは1枚目の完走を確実に終わらしてからやれば、事故率は減ります。場合によっては1枚目、貼ったら1回もうクリアで抑えます。そうすると、ね、その上にデカールを貼った時に、その最初に貼ったデカールをこう浮かしたりとか何かしたりっていうことがもう完全になくなるんで、そうすると1ゲメはもう確実にやりやすくなります。抜群に。で、どうしても2枚貼りのやつが失敗するっていう時は、まあ、1枚目を貼ったら、一旦クリアで抑えて、しまうっていうのも一つの手です。まあ、僕なんかの場合そうですけど、大体物事うまくいかない時っていうのは、まあ、やっぱり急がば回れじゃないですけれどもね、いろんな手順を省こうとして結果的に遠回りになることっていうのが割と多いんですね。まあ、で、模型の世界でも割と多いんで、なんかやってもうまくいかねえな、どうすりゃいいんだろうなって言った時は、ちょっとね、あえて、なんかじゃあもうちょっと手順を増やすとうまくいくのかなとか、そういう発想でやっていくと、解決策が、見つかる可能性があるんでね、おすすめです。で、結果的に、それの方が早いっていうことがよくあるんでね。まあ、例えば、本当に、まあ、よくある例えだと、窓枠の塗装なんかそうですけれども、まあ、今回私ね、きちんと、まあ、マスキングでやりましたけど、まあ、最初皆さんマスキングより、まあ、筆で、こう、塗れたらいいんじゃないかなとか言っても、どうやってもうまく塗れない。何度やってもうまく塗れない。どうやったらうまく塗れるようになりますかっていう、まあ、質問を受けたり、まあ、実際友達から言われたんですけど、結果的に、マスキングした方が早いよね。で、まあ、友達も、まあ、本当だ、マスキングめんどくさいし、むしろそっちの方が難しいと思ったら、なんだ、結果的にそっちの方が全然早いじゃんし、それでいて綺麗じゃんっていうことになったんでね。意外と、まあ、そういうちょっと発想をね、なんかうまくいかねえなって、こう、ちょっと何かこう、壁にぶつかった時は、ちょっとそういう、考え方を持ってもらってもいいかなと思います。松沢樹林さん、マスキングテープは偉大ですね。マスキングテープは偉大ですよ。もう何でも使えますからね。下手すると止血に使うからね。いやいや、それ正規の使い方じゃないんで、おすすめは全然しないですけど、とりあえず、こう止血にとかさ、そういう使い方もありますね、マスキングテープ。全然正しい使い方ではないです。まあ、ネタです、ネタ。よし、OK。これで、とりあえず墨の拭きは終わったかな。あとはデカールを貼っていけば OK かな。